ターナー軍は、アメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。2000年時点の人口は8849人で、軍庁所在地はパーカー。周辺の3つの軍とスーフォールズ大都市圏を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1599平方キロメートルである。このうち1598平方キロメートルが陸地で、 2平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.10%が水地域となっている。この軍は下記の18軍区からなる。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ターナー軍には8849人、3510世帯、及び2478家族が暮らしている。 人口密度は6、平方キロメートルで2、平方キロメートルの平均的な密度に3852件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.86%、黒人0.15%、先住民0.27%、アジア系0.17%、その他の人種0.12%、及び根ー0.43%で、 0.41%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ターナー群に住む3510世帯のうち31.60%は18歳未満の子供と暮らしており、61.90%は夫婦で生活している。5.60%は未婚の女性が接待種であり、29.40%は家族以外の住人と同居している。 26.50%は独居で、全世帯の14.80%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.46人であり、家庭の場合は2.99人である。軍の住民は25.80%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が6.20%、25歳。 以上44歳以下が24.80%、45歳以上64歳以下が22.80%、及び65歳以上が20.40%となっている。平均年齢は40歳である。女性100人に対して男性は97.20に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は93.90に似る。 軍の世帯ごとの平均収入は36,059ベイドルで、家族ごとでは42,704ベイドルである。男性の28,833ベイドルに、対して女性は27,75ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,343ベイドルである。総人口の7.20%、 家族の5.70%は貧困線以下である。18歳未満の子供の6.30%及び65歳以上の11.30%は貧困線以下の生活を送っている。ターナー軍は1880年10月13日から16日の4日間にかけて州で初めてカウンティフェアを開いた。現存する数少ない文献によるとそれは大規模な フェアだったが、それより後に書かれた文献には、ターナー軍農業協会が同年の3月に結成されたと書かれている。協会は、新しい開拓地での農業の成果や成功ぶりをアピールするために作られた。最初のフェアは、パーカーのローズヒル墓地から北へ行き、道が折れ曲がるところをさらに北へ行ったデブローの所有地で開かれた。そこでは、 会場と川を隔てた第二通りの終点の間に橋が架けられたほか競馬場や野球のダイヤモンドまで作られた。ありがとうございます。